ヤクルト奥川康信、復帰3戦目は3回1失点、徐々に良くなっている。ヤクルト、奥川康信投手、22、が6日、イースタン、リーグの日本ハム戦、戸田、で今季3度目の先発登板に臨み、3回4安打1失点。予定していた50球ちょうどで降板した。難しい状況でもありましたが、徐々に良くなっている感覚はあった。しっかりと予定通り50球を投げられてよかった。球場に砂ぼこりが起こり、風で帽子が飛んでいくほどの強風の中でのマウンド。1回に2安打を許し1失1、3塁からアリゾノに右肘を浴びて失点したが、その後はスライダーやカーブ、フォークボールと変化球を効果的に使い、毎回の3奪三振だった。2回以降は風対策で、足を上げて投げると体が、風で、流される感覚があった、とクイックで投げるなど工夫した。150出てるやん。打者5人で16球か、制球だけはほんまにええな。150出てるやん思ったけど、へだって球速で安いんだっけ。150キロ出てるん、ヤシもう感知してると見てええやろ。ヤクルト上がってくるわこれ。割と順調だな。50球目ところでしっかり50球で終わらせるのもさすが。次回は5回89ぐらいかな。マジで再発すんなよ。